大野義則10月16日隊は、日本の政治家、大倉官僚。防衛庁長官、文部科学副大臣、衆議院議員運営委員長、衆議院議員などを歴任した。香川県副知事を務めた、大野犬は父、衆議院議員を務めた、加藤常太郎は、学府、衆議院議員の大野慶太郎は、長男。2005年10月29日、ペンタゴンにて、 アメリカ合衆国国防長官、ドナルド・ラムズフェルドと日本統治時代の台湾生まれ。父は大野犬、母は勝江。台湾で第二次世界大戦敗戦を迎える。小学校が閉鎖されたため、引き上げまでは新聞配達のアルバイトをして過ごしていた。1947年、香川県水戸四郡と岩浜町に引き上げ、高松第一高等学校、 東京大学法学部卒業。大学卒業後、大倉省に入省。入省同期に、柿、沢浩二、尾崎守、角谷正彦ら。入省2年目に、関東財務局の金融検査官に出向。国際機構課長を経て退官し、1978年に、香川県知事選挙に出馬したが、赤杯。1986年、 第38回衆議院議員総選挙に引退する学府、加藤常太郎に代わり自由民主党公認で、旧香川県第2区から出馬し、初当選する。1996年以降は、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、香川県第3区から出馬し、当選を重ねる。2004年、第2次、小泉改造内閣で防衛庁長官に任命され、第3次、 小泉内閣まで務める。2007年12月、日朝国交正常化を目指す議員連盟自民党朝鮮半島問題小委員会を立ち上げ、副委員長に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では自民党に全国的に猛烈な逆風が吹き荒れる中、香川3区で8回目の当選。2011年6月、 同じ近未来政治研究会に所属するあき明元経済産業大臣が立ち上げた政策グループ最高日本に参加。2012年8月、次期衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、香川3区からは、大野の政策秘書である長男、慶太郎が自民党公認で出馬し、 初当選した。ハット ABCD 一首相官邸ホームページ、E のケ事。北都満、天下り官僚、日本を動かす、特権集団日清報道、1972年発行、268ページ、大野氏、名教資水の心境根気限り、政界引退表明、野田聖子、選択的夫婦別姓制度2001年11月6日、 あまりしの、最高発会式自民党、議員19人が参加。産経新聞。http://www.izer.ne.jp:/news:/newsarticle/politics/politeic-sit/51388a/2011 年7月31日日閲覧 ABCDE 第21版大衆人事録西日本編を232ページありがとうございます。